それから山梨県の原産種であります海犬という犬種のモチーフにしておりまして、八幡芋、里芋みたいなこの丸いフォルムが特徴です。でちゃんとね、あの犬なのでタヌキじゃないんで、八幡犬、犬で覚えてくださいね。それな、頭の葉っぱ、これハートの形してるんですけど、これはあの八幡芋の葉っぱの形なんです。もし返しに行くことがあって、八幡芋の畑を見ることがあったら、このね葉っぱの形見てみてください。ちなみにこの葉っぱ触ると怒るので、皆さん触らないようにお願いします。本日ですね、キャラクター PR ブースに関しましては、このステージ向かって右側の方、八幡犬という黄色いのぼりが立っています。13番のブースになります。甲斐市特産品のクワの葉ですね、の加工品のお茶やジャム、それから梅ジャム、オーガニックの卵から作られたマヨネーズやバームクーヘンなど販売しています。またですね、普段八幡犬のグッズの販売は甲斐市の市役所で行っておりまして、通信販売がないんですけれど、今日はなんとブースの方にグッズを持ってきております。この機会にぜひ八幡犬のグッズ手に入れてください。八幡犬、何かある？すいません、忘れてました。そうですね、今流れているこの曲、丸いお腹の八幡犬という歌です。ね、八幡犬テーマソングがなんとあるんですよ。でダンスもできるんですけど、今日は割愛ね、踊らないよ。はい、OK です。そんな丸いお腹の八幡犬、本当にタイトルの通りこのまん丸なフォルムが特徴的です。ぜひ皆さん、甲斐市の営業部長八幡犬、皆さんも覚えて帰ってください。どうぞ甲斐市のブースにも遊びに来てください。3時頃にブースの方にも遊びに行く予定ですので、皆さん一緒に写真を撮ったりしましょうね。それでは八幡犬でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ブースの方でグッズが売ってるみたいですけど、グッズはどんなのがあるんですか？今日はですね、ステッカーとかタオルとか、うん、それからマグカップも持ってきてます。でマグカップとっても実用性の高い、うん、グッドデザイン賞受賞のデザインになってますので、ぜひお求めください。ちょっとお買い求めじゃなくても見たいですよね、グッドデザインね、はい、ぜひぜひ皆さんお顔出していただければと思います。そして八幡犬、今日しかいないんだもんね。ね、今日しかいないので、ぜひ皆さん、あ、昨日行けばよかったってことのならないように、ぜひブースの方遊びに行っていただきたいと思います。はい、八幡犬どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。八幡犬もね、さっき愛知買ってましたけど、すごいいっぱい入ってましたね。あれで400円お買い得ですね。ねえ、あの東京の方では出てないですもんね、八幡犬。そうですね、地元の農協とかそういうところで買えるので、ね、はい、今回ラッキーですよ皆さん。はい、八幡も本当に美味しいので、ぜひ皆さん食べてください。はい、ありがとうございます。あー、美味しそうだね。でぶつかって怒っちゃうよそこね。はい、すごいね、美味しそうな後ろ姿です。はい、続いてはまたまた美味しそうです